でした。もう一軒道の駅ご紹介しましょう。栃木県那須塩原市の道の駅、那須野ヶ原博物館。こちらは道の駅が博物館なんですね。珍しいですよね。というより博物館が道の駅と言った方がいいかもしれませんね。田和田淳二さんと電話つながっています。田和田さん、こんにちは。こんにちは。今ご紹介したようにまさに博物館が道の駅なんですね。そうなんです。全国的にもかなり珍しい例だと思うんですけども、うちの道の駅の場合は博物館がメインとなっておりまして、一般的に見られる農産物の直売所とか、レストランとかそういったものは残念ながらちょっと用意してないんですね。なるほどね。はい。じゃあ、施設の紹介をね、後ほど詳しく伺いますが、はい、今の時点でお天気どうですか？そうですね、ちょっと雨がぱらつくこともありますけども、ほとんど曇りのような状況ですかね。そうなんですね。はい。まあ、これからね、西の方からなんか雨雲がこう押し寄せてくるような感じですのでね、今後の雨の情報もね、ぜひお気をつけください。では田和田さん、道の駅那須野ヶ原博物館の場所から教えてください。栃木県の北部の那須塩原市というところにございます。はい。奥までですと東北自動車道の、西那須野塩原インターチェンジから JR 西那須野駅方面に、3キロほど、向かった、市道の、塩原街道線沿いにございます。周りはどういった風景なんですか？周りはホールとか、グラウンドなどのですね、文化施設が集まる市街地になっておりまして、はい、少し離れると牧場とか、水田とかのどかな風景が広がっております。あ、街の中にあるんですね。そうですね。はい。さあ、建物ですがどんな特徴ありますかね？全体は石造りの建物になっておりまして、グレーの一色でですね、御影石にこう覆われた、平屋の建物で、片方が、大屋根に組まれておりまして、もう半分が、平らな屋根になってて、那須の山とこう那須野ヶ原の原っぱをイメージした建物になってますね。あ、そういう作りなんですね。はい。グレーの御影石、なかなかシックな作りですね。そうですね。はい。で、中にはどんな、まあ、展示といいますかね、はい、どんなものがあるんでしょうか？はい。常設展示の方は、那須野ヶ原の開拓と自然文化の営みというテーマで、明治時代にこの辺り、開かれた土地なので、はい、まあ、そういった歴史や、自然関係をご紹介しております。はい。その他に、インフォメーションルームというところでは、この地域に点在する史跡などを紹介する、コーナーがございまして、そちらではパネルや、パソコンで、検索したりできるようになっております。なるほど。で、先ほどね、はい、道の駅でよく見られる農産物の直売所やレストランなどはありません、はい、ということですが、はい、あとそうですね、博物館関連の、はい、例えばミュージアムショップとかそういったものはありますか？はい、はい、小規模なんですけども、ミュージアムショップの方、ありまして、そちらでは、これまで、当館で行った展覧会の図録や、あとオリジナルグッズなども、販売しておりまして、最近は特に、この那須で、採蜜された取られた蜂蜜がですね、非常に人気で、他ではなかなか扱ってないものですから、お客様よくお土産にお求めになられます。そうなんですね。那須野ヶ原の開拓といいますとね、はい、NHK の、 ドキュメンタリードラマの開拓者たちというのが、はい、昨日も実は放送されてたんですけど、はい、まあ、再放送なんですけども、はい、昨日のはその舞台にもなったところですね。そうですね。それドラマ、はい、ご存知ですか、そのドラマ？ちょっとそちらの方を拝見したことなかったので申し訳ございません。はい、こちらの地域はですね、北海道と同じ時期に開拓されたところでして、明治のいわゆる家族元勲と呼ばれる方々が大規模な農場を開いたところでもあるんですね。あ、そうですか。大山巌さんとか、松方正義さんとか、よくお聞きになったことがある方が多いと思うんですけども、そういった家族の方々ゆかりの、土地になっています。そういうところなんですね。はい。まあ、ドラマの中では、はい、第二次大
戦後にですね、そちらにまあ入職をして、はい、まあ、大変苦労して、はい、方々のまあ人生を描いて、はい、まあ、実際のその方々へにまあ取材をして、はい、そのまあ実話を交えたね、そういうドラマになっておりまして、ね、はい、あの毎週火曜日に今、はい、総合テレビで放送されてまして、最終回があの次回5月8日、はい、第6回、はい、だそうですので、はい、もしよろしかったらこちらをご覧ください。できておきます、ね、はい、ね、そういうところをね、開拓の歴史なんかも知ることができるんですね、そうした歴史の他にあの那須野ヶ原の自然に関する展示もあるそうなんですが、そうですね、例えばどういったものがあるんですか。はい、この辺りは、平地林に松林が広がっておりまして、はい、そういったところには大鷹と言われる鷹の仲間が生息しております。この辺り一帯那須野ヶ原はそういった大鷹の生息地としては全国的にも有名なところでして、はい、積極的な、保護活動が行われているんですけども、そういった大鷹の剥製なども、展示しております。そうなんですね、あのいろいろ展示あるようですけれども、はい、あの特に注目してもらいたい展示物といいますと何なんです、はい、歴史関係を好きな人でしたら、国指定の重要文化財の縄文土器がおすすめです。はい、はい、こちらはですね、土坑と言われる、穴の中から、31個もの土器がですね、一度に出てきたということで、はい、こちら昭和52年に発掘されたんですけども、はい、当時としては日本で一番数が多かったということで、国の、文化財の方に指定されております。どういう特徴があるんでしょう。こちら栃木県の北部はですね、ちょうど、東北の方の文化と、関東の方の文化の接点になっておりまして、その時を、ご覧いただいてもですね、関東の、頭大式というあの作り方と東北の大儀式という作り方のちょうど両方が混在するような、土器を見てもご覧いただけるようになっております。面白いですね、はい、他にもあります？展示物は、もう一つ面白いものはですね、那須神社軌道と言われまして、明治から大正にかけて使われていた乗り物なんですけども、はい、大体そうですね、人が6人から8人ぐらい乗れる乗り物で、神社というのは人の車という字を書くんですけども、はい、人が手で押してあの運んだトロッコのような乗り物、こちらをですね、復元した模型を展示しております。あ、復元ですとそれもしかして中に乗れたりします？そうですね、あの中に乗ってご家族の方ですね、乗ってこう乗り心地を体感していただくこともできます。写真を撮ったりもできますか？そうですね、はい。さてこの先何かイベント催しがありましたらご紹介いただけますか？はい、現在ゴールデンウィークに合わせてですね、特別企画で、地球観測衛星大地が映した日本列島と那須塩原という企画展を開催しております。どのようなものですか？はい、こちらは、大地という、人工衛星がですね、上空7000キロから映した衛星写真を中心に紹介しておりまして、はい、大きなものでは、東京湾から北海道の函館まで東日本全体を網羅するような形の衛星写真、これ7メートルあるんですけども、そちらをこう床に貼り付けまして 上からこう眺めることができるようになっております。いろんなものが映ってるわけですね。そうですね、細かいものですと東京湾の海ほたるとか、あとディズニーランドなんかも映ってまして、おそらく東日本にお住まいの方は、自分の地域もこうご覧いただけると思いますね。それがその上空の写真からで判別できるんですか？そうですね、場合によってはこう雲がかかってしまっているところも中にはあるんですけども、かなりの精密さで映されてますので、はい、一番解像度が高いものですと2メートルの大きさのものまで映せるということで、高速道路を走っている車まで確認することができますね。それはすごい性能の写真ですね。じっくりと観察したくなりますね。はい、では最後になりますが、はい、一言 PR をお願いします。はい、はい、ただいまこう春の時期を迎えまして、那須野ヶ原は今が一番美しい季節ですので、ドライブの合間と
か、雨が降ってしまった時などですね、うちの道の駅にいらしていただいて、宇宙とか歴史のことなどですね、ちょっとこうアカデミックな雰囲気にこう触れていただければと思いますので、ぜひお越しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。栃木県那須塩原市の道の駅那須野ヶ原博物館、田和田淳二さんに紹介してもらいました。ではここで音楽です。エリック・ディールの演奏でイーストエンド・ウエストエンド、ところによっては交通情報です。31分です。ニュースをお伝えします。吉羽由美恵アナウンサーです。はい、お伝えします。先月およそ1年ぶりに自粛要請が解除された茨城県北部の甲名護漁について、北茨城市と日立市の3つの漁協では、水揚げが少ないことや漁の期間もあまりないことから、今シーズンの出漁を取りやめました。茨城県沖の甲名護は原発事故直後に当時の国の暫定基準値を超える放射性ヨウ素やセシウムが相次いで検出され、茨城県が漁業者に漁の自粛を要請していましたが、県北部の海域のサンプル検査で安全が確認されたとして、先月1年ぶりに自粛要請を解除していました。解除を受けて北茨城市と日立市の3つの漁協では、甲名護漁を行っている船引き網の漁業者が試験操業を行って漁の再開時期を模索してきました。しかし今年は甲名護の水揚げ自体が例年よりも少ない上、取れた甲名護も大きさが不揃いなものが多かったということで、加工業者も加わって協議した結果、3つの漁協では今シーズンの甲名護漁を取りやめることにしました。一方、今月からは船引き網漁の主な魚種であるシラスが本格的に取れ始めるということで、北茨城市と日立市の3つの漁協では市場の反応などを見ながら本格的な漁の再開を目指したいとしています。作家の瀬戸内寂聴さんらが東京霞が関の経済産業省の前で原子力発電所の運転再開に反対する市民団体の活動に加わり、原発のない社会づくりを呼びかけました。経済産業省の前では先月17日から市民団体が関西電力大井原発の運転再開に反対するハンガーストライキを続けています。この活動を
支援しようと、今日午前作家の瀬戸内寂聴さんや沢地久枝さん、それにジャーナリストの鎌田聡さんらが訪れました。宝永に再稼働反対と書かれた鉢巻きをつけた瀬戸内さんは、集まった人たちに、広島と長崎に原爆を投下された日本からは原発を絶対になくさないといけませんと話しました。そして原発の再稼働に向けた政府の動きについて、何を考えているのかと思った、これまでにないくらい日本の状態は悪くなっている、私のようなおばあちゃんが訴えることで多くの人に関心を持ってもらいたいと話しました。瀬戸内さんは去年原発事故が起きたことを受けて、講演や著作を通じて原発のない社会づくりを呼びかける活動を続けています。市民団体のハンガーストライキは、国内で唯一運転を続けている北海道電力泊原発3号機